株式会社パソナテックです。おめでとうございます。ソーシャルイノベーション賞株式会社パソナテックとの以下同文です。おめでとうございます。では記念撮影です。前方で笑顔でお願いいたします。おめでとうございます。ジョブハブは2012年8月より働き方改革プラットフォームとしてサービスを開始いたしました。ジョブハブのコンセプトは働くをもっと自由にということで、時間や場所にとらわれず自分自身のスキルを最大限に生かして働ける、自由に働ける、そういった社会を実現したいという思いでサービスを立ち上げました。現在ではおかげさまで全国各地在住の方からご努力をいただきまして、利用者も、数万人以上に達しております。今後も、Ruby の生産性を最大限に生かしまして、多くの利用者数万、数十万、数百万、数千万以上目指して、社会に、根付くような、サービスにしていきたいと思っております。本日はどうもありがとうございました。株式会社パソナテックでした。おめでとうございます。大変嬉しく思っております。そうですね、パソナグループ、パソナテックが所属してますパソナグループとして社会貢献というところをすごい重く置いておりまして、そこで今回ソーシャルイノベーションという形で受賞できたこと、すごい大変嬉しく思っております。はい、ありがとうございます。PHP というものを昔使ってまして、でその中で、2012年ぐらいですね、その頃に使っておりまして、でその時に Ruby という言葉を初めて聞きまして、日本人が作ったすごいイケてる言語があるぞというところ でそこで興味が最初に起こりました。でその後に、今のジョブハブに参加するきっかけがありまして、でそのジョブハブの中で、Ruby を使うということがありまして、そこで運命的なものを感じまして、Ruby にちょっとエンジニアとして頑張っていこうと思った所存であります。はい、そうですね、生産性が高いとよく言われていると思うんですが、やはり、その言葉の通り、どちらかというと PHP と比較してしまうと、同じことをするのに各行数ですか、コード数が圧倒的に Ruby の方が少ないというところがありまして、その行数が少ないというところが逆に退屈な作業じゃなく楽しく自分の望んだ行動で、実現できる機能を実現できるというところで、そういったところが Ruby の魅力だなと思っております。その Ruby の生産性の高さというところで、結構サービスを新しく考えたときにすぐにできるというところもありますので、今ちょうど働き方改革プラットフォームのジョブハブとしてやっているんですが、副業というまた新しいニーズが出てきておりまして、その副業に向けた新しいサービス、ジョブハブを特化させて、Ruby で特化させてまた新しいサービスを作れたなと思っております。